徳島県板野郡の一現在の徳島県板野郡、拡大表示板野郡は、徳島県の郡、人口9万6804人、面積110.05平方メートル、人口密度880人、平平方メートル、以下の5町を含む、吉野川のデルタ地帯に位置し、徳島市のベッドタウンとして機能している。そのため、郡人口は、 四国地方で1位であり、中国地方を含めると、広島県秋郡に次ぐ2位、そして西日本まで広げても5本の指に入るほどである。中でも中央部に位置する藍住町と北島町の2町は、徳島県の中でも人口増加の最も激しい地域である。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、下記の区域にあたる。 鎌倉時代初期から漢文4年までは、坂東軍、坂西軍に分かれていた。1、村長町2、里浦村3、鳴門村4、瀬戸村5、大津村6。 堀江村7、松重村8、北島村9、川内村10、大神村11、住吉村12、坂東村13、愛江村14、板西村15、栄江村16、松坂村17、大仙村 18. 一条村19、松島村20、五所村21、北灘村。ありがとうございます。